はい、新時代創学会の皆様、こんにちは。今日私はね、創価学会に入りたての人は読む本ですね、新会員の友のために、創価学会入門という本をね、手に入れて、ちょっとね、ずーっと読んでみたんですけども、まず最初から最後まで、もうデタラメのことを書いてもらいますんでね、これ創価学会に入りたての人はね、一日も早く、創価学会を脱会されることですね。それと、これから学会に入ろうかなとかね、勧誘されておる人はね、絶対に入ってはいけない宗教と、これをね、まず言っておきたいと思います。じゃあ、この本をお持ちの方は、97ページですね。なぜ政治に関わるのか、クエスチョン。創価学会が政治に関わるのはなぜですかというところで、アンサー。日蓮大聖人は立正安国論の中で積極的に社会と関わっていくべきであるとの精神を示されています。立正安国論というのは時の、北条時頼にですね、当てた国家官僚の書なんですよ。何もと党を組んでですね、公明党みたいな党を作って、何十人何百年でやっつけるなんていうようなことじゃありませんよ。時の一強である浄土宗、これが一番日本で広まっていたんですよ。それを、鎌倉時代の一強としてですね、それを完璧に破釈されたということなんですよ。この立正安国論というのはね、この750年間浄土宗浄土真宗の、僧侶からもですね、一言も反論が出てないということなんですよ。ご存知ですか？完璧に論破されたから、もう批判できないということなんですね。そういうことです。はい。そしてまあ全部読むとね、これ時間がかかってしまいますので、99ページにいきますね。過去に一部の政治家やマスコミなどから政教分離に関して的外れな批判もありました。しかしそもそも憲法20条に謳われている政教分離の原則とは、政、国家権力がですね、教、宗教に介入または関与してはならないという意味です、なんて勝手にね決めつけちゃってるんですよ。憲法の解釈なんていうのはね、どうにでも解釈できるんですよ。今ってそうでしょ？自民党と野党が、公明党もね、金魚の糞になって憲法改正しようとしてるわけなんですけれども、反対の人間もいるということで、こんなあれですよ、政教分離の原則とは、政が教に介入または関与してはならないという意味ですなんて断言することはできないんですよ。いろんな意見があるんですよ。そしてこのね、政教分離の原則というのは歴史的に見てですね、長い長い中世ヨーロッパ、時代的に言いますと14世紀から16世紀ぐらいですね、の間に、ルネッサンスというのがね、起こったんですよね。文芸復興とか、言っておりますけれども、ガリレオ・ガリレイとかコペルニクスとかですね、こういう人たちがいっぱい出てきた時があったんですよ。そういう時代の中において、このローマカトリックが強力な権力を握ってですね、一個人また、国家を揺るがすような勢力を持つに至ったわけですね。そして免罪符なんていうのをね、作ったりして、人を、ローマンカトリック教会に反対する人を血祭りにしたというようなね、こういう苦い歴史があるわけですよ。そこで出てきたのがですね、マルティン・ルターという人ですね。これはもちろんあれなんですよ、キリスト教徒なんですけども、このローマカトリックのやっておることに、反対をしてですね、
そして宗教革命と、こういうふうに、流れがあったわけですね。ですからこんな政治が宗教に勧誘したらいけないとか、かからいを持ったらならないという意味ですなんていうことじゃないんですよ。これ祖学会というのはいつでもそうなんですけどね、スルスルスルと読んでいきますと、一見まともなことをね書いてあったり、言ったりね、やってるんですけれども、よくよく考えるとなんかおかしいなということなんですね。ということは客観性がないわけですね。自分たちの都合のいいように例えば御書を解釈したりですね、日蓮召集の教義を盗んだりしてですね、実際にやっていることは宗家池田教を広めておるということです。そのマインドコントロールが洗脳の一つとしていろいろな、機関紙ですね、政教新聞とか宗家新報とか、こういう新会員の友のためにとかいう本を出してですね、もうじわ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 とあなたの命の中に嘘が入っていって、結局こんな新人総学会みたいなね組織に3年も5年も10年もいるとね、完全に頭が狂っちゃうということですよ。平成20年に、日妙聖人芸家ですね、今の日蓮召集総本山の御法寿、68世御法寿日妙聖人芸家は立正安国論講義の中でね、このように申せですよ。よく聞いてください。このように理不尽なことでも平気で最もらしく言うのが邪義なのです。池田創価学会を見てごらんなさい。間違ったことを最もらしい顔をして言っているのです。だからおかしくなってしまうのです。まさに私が言わんとしておったことも日蓮聖人芸家はね、平成20年度の立正安国論の講義の中でこのようにおっしゃっておられますよ。最後に、私たちは日蓮仏法の根幹である立正安国の精神にのっとり、正々堂々と国民の権利として声を上げていきましょうと。これは冒頭で言いましたようにね、立正安国論の精神というのはですね、何かというと時の一教ですね、鎌倉時代では、浄土宗ですよ。でこの現代の一教、令和元年の一教というのは他でもない、まあ、これを聞いておられる創価学会あなたたちの組織のことですよ。これが現代の一教ということですね。権利として声を上げていきましょうなんてね、大聖人様が徒党を組んで組織を作ってですね、何十人何百人で、時の北条時頼の政権にね反旗を翻して革命なんかしようとか、そういうことを一言もおっしゃっておられませんよ。私たちは一人一人がですね、この邪教と戦って遮空腹していくということです。恥は検証の精神を立正安国論は我々に、教えてくださっているのではないでしょうか。今日はね、短いですけども、以上で、終わります。これはね、シリーズとしてね、順番に、この、創価学会入門のね、デタラミをこれからね、1、2、3としてアップしていきますのでね、よく皆さん考えてください。勉強してください。で、なんか異議があるとか、文句があるとかね、いう方は、私のスマホ、携帯の番号は下のメモ欄に、ちゃんと書いておきます。私は大阪市住吉区にございます。手塚山にございます。妙林寺の一信徒でございます。それと、あとね、東京方面にお住まいの方でも、創価学会をもう脱会したいという方はね、ご住職からちゃんと信任された、素晴らしい信心をされておる男性がね、おられますんで、東京関東方面の方もお電話ください。創価脱会のご相談に、応じて、
いますのでね、よろしくお願いします。それじゃ、今日はこれで失礼いたします。またお会いいたしましょう。